いや、お久しぶりです。ランク84まであんの？どうも、久しぶりにね、あのスプラトゥーンやろう、ランク19で止まってたんですよ。なんかね、ヒカルさんたちがね、休止する時くらいにはもう飽きてたんで、例えがな、YouTuber だな。マジでな、今からね、まあね、ほんと、ちょっと慣れてかないと。まあ、縄張りマッチでね、感覚を戻していこうと。でね、これなんつうんだろうな、こういう感じでね、こうやってね、こうやって、ういっ弱すぎるめちゃくちゃ煽っといて負けるっていうね。まあ、ライジンステップしておいてろ、これ面白すぎでしょ。ちょっと、いや、もう、なんで画面見せれないのって言ってる人、いや、単純に画面見せる機会がないんだよ。スマホでやるとめんどくさいんですよねってね、めんどくさがり屋っていう、単純な酔うな、やっぱり普通に酔うわ。塗りゲーだけど人殺しに行きます。あ、このゲームには人はいなかった。いるね、いるね。おお、ロボットボムか。前回は意外にね、このね、うわ、怖い。あっねえな。うわ、インクアーマーだ。もう適当。なんかな、ほんとすごいとこで終わってんだよな。最後にやったフェスなんだっけな、覚えてないな。酔うな、やっぱすごい。どこいんだ、あの、普通になんか、はい、キルこじきでした。向こう行ったね。よし、倒した。キルマシーンとしてね、よし、来てますね。上か、めんど、うお下手めちゃくちゃ下手だ。クラブラスター俺使ってみたいんだよね。雷神マンがね、雷神ドーン！びっくりした。どこら辺みたいな、そこだな。倒してくれた。おお、クラッシュブラスターね、早いんで。クラッシュブラスター使ってみたいんですよ、やっぱ僕。チューブキーでしたっけ、あれ。なんか誰も来てないよね。負けるって。ゼロ距離で若葉、あの、もみじシューターに負けた。いや、もうね、3ヶ月くらいやってないからね、言い訳できるんですよ、負けても勝ちましたけど。いやー、楽しいよ、やっぱ。楽しいねー。ランク84ってあんだ。前回が行って50だったんですけどね。果てしねえな。あ、そうだ、まだ経験値、そうだ、俺経験値のチケットをね、あ、カスタマイズして続ける。あー、このアップデートありがてえ。マジ神アップデーじゃん。いつこのアップできたの？俺ね、なんかね、あのね、俺ギリギリやってたのは、経験値チケットバグ。経験値チケットバグが、修正された直前でやめたな。経験値チケットめっちゃ、取って逃げたみたいな、なんかそういう嫌なやつだったんですけどね、バグをね利用してもうクソ野郎でしたけどね。そのバグがあった頃ってだいぶ昔ですからね。ほんとなんか経験値上げんのだるいなーって思って、もうさっきと同じ人だな。なんか今の音楽がレディオタックさんの30秒紹介の時の BGM みたいな感じだった。あ、酔うけど、ギリギリ酔わないみたいな。強い人めっちゃいるぞ、なんか。
まあね、あ、これきついな。負けましたね。普通に負けました。すがすがしい負けでやね。単純に下手で負けたって感じだったね。刈り取ろうと思えば刈り取れたけど、もう単純に下手で負けたみたいな。どこには、まあ、こっからね、来ちゃダメなんだけどね。あ、いるね。まあね、カーリングボールの使い方が。ああ、そっか。範囲なんだ。いいや。そっちか。直撃だ。この人もしかして上手いって思うじゃないですか。この人も上手いんだろうけど、俺も下手なんですね。ランク19ですからね。ああ、めんどくさ。いろんなアップデート来たけどね。これね、俺が倒したことにはなってないんかい。あー、すごい酔うから、ちょっと感動、酔うとか言って言い訳してますね。酔うわじゃあちょっと感動変えとこう。後で久しぶりにやったらちょっと感度は低めの方がいいのかもね。どこいいの、あっちか。まあね、うわ、何だそれ。もうこれでね、飛び込んでいくっていう頭の悪さですよ。やっぱブラスターの時代ですか。でもブラスター何もせずに勝てるから強いんだよな。あ、クラッシュブラスター早く欲しいな。ランク30付近だからきついな。入ってる、入ってないな。いるな。あー、もうきついな。クラッシュ強いんじゃなくて俺が弱いんだよ。あー、おー、強いんだよな、きついんだよな。どうしよう、武器変えるわ。負けましたね。意外になんかね、ちょっとね、久しぶりにまたやりますわ。ちょっとカスタマイズして続けるだそうです。どうしようかな。よし、中武器52ガロンで、敵陣に突っ込むタイプのギア編成にしようかな。いや、お尻めちゃくちゃ痛かった。でもいいね、カスタマイズを続けながらも30秒以内にやればいいんでしょ。いいな、最高だな。どんどん楽しくなってんじゃん、スプラトゥーン。いいね、まえ、3人しかいないじゃん。まあ頑張りますか。あ、なんだ、新しい音楽だな。不利ですね、落ちましたね。回線落ちとか今あるんですね。まだあるわ、そりゃこういうゲームなんだから。まだあるんですね。うわ、それはもう不利だよ、不利不利。ジェット、ジェッカスにやられた。
ちょっと待って、あーやりづらいな、ここにいるのかな、行っていた、どこ出る、いますね。おお、今のうまい。あ、5二強い。あ、違う。めんどくさい。あい。全然空いてねえけど。ありがたい。どこだ。あっし。あっねえな。バリアもね、速速いバリアじゃないから。これ無駄だな。52ガロンいいね。52ガロンいいならスプシューもいいんじゃないのかなって思ったら、まあ俺はまあ52ガロンだな。52ガロンいいっすね。負けましたけど、いいいい、グッジョブです。ランク19って一人だけめちゃくちゃ低いなね。ちょっとなぁ、スプラトゥーン廃人にならなきゃ。ならんで。まあ負け続けるとね、今度は言い訳が出るんですよ。メガネがちょっと汚いから。わかる？わかんねえよなぁ。で、首が痛いとかさ、この、これ感度がおかしいとか言い始めるんですよ。でもね、まあ、勝ちはいいんですよね、結局。実家さ、ほんと実家さだなぁ。あ、でも自分なんか塗んなくていいんだよな、最初は。後でも塗れんだから。クリアリング。どこから来るか、まだ全然来てないな。初速遅いですね。おぉ、最初からそうやって来るか。見ましたね。なんだなんだ、そっち。そっちから来てたな。うわぁ、分かってたけどやられた。ラグインじゃなくてね、うまい、普通にあの人。あ、コントローラー持ちづらい。よかった、よし。
今のた…よし、勝った。この人に一番初めに打ち勝ったぞ。いるね。ういういううきつい、うーきついけど勝つ。クイボやられても勝つ。お前のしぶとさ、白ひげか。挑発ですね。うわ、二人いんのかい。きついね。エイムがひどい。俺でマニューバー俺は使わないよな。ちょっとこの1試合終わったらちょっといろいろね準備をしよう。塗り拭きだな、やっぱ時代は塗れないとダメだな。あっ、倒してくれてる。上手い人は噛んで高くても負けてるよね。うわー、かすごいよね。あれ危ないな。なんか持ってる。後ろから来てるね。あそこ Y ボタンがたまになんだよね。よし、やめよう。ちょっとコンディション整えるわ、マジで。どうしよっかな。ちょっとゴニガロン重いな。 N ザップちょっと使ってみようかな。うん、最近ね、メガネかけててめちゃくちゃ痛いんですよ。なんかもう骨がね、メガネの形に変形してきた。いや、それはないけど、メガネのスーンっていうカーブの型にね、変わってきちゃってるんですよね。あー、すごいゴミ屋敷だ。でもだいぶ今、寿司がね、弱体化されてるって聞いたから。よいしょ。痛い痛い。あー、痛い。よいしょ。痛い。いいタイミングで痛いね。俺出ないじゃん。いや、痛い。熱い。武器どうしよう。よし、ホットブラスター2買おう。ホットブラスター、ホットブラスター。面白い顔してますね。ランク99がマックスなんすか。いやでもいいわ、このウェブカメがほんと楽なんだよ。動画投稿で、動画投稿に楽し始めたらダメだね。あ、今日26ちょっと上げよう。いろいろ溜まってるから。動画マリオオデッセイとかもいろいろあるから、ちょっと動画さすがにね投稿しなきゃね。そんな休んでないけど。あ、ローラーもいいな。てか思ったけど、なんでレギュラーマッチでさこれ使ってんのかな。でね、今作からホットブラスターね、ジャンプ移動なダメなんですよね。まあ、今ね、で、まあここら辺で帰っとくと。ダイナモか。おお。来てた、来てダイナモか。なんだあれ。
通に引かれた。あ、バリアブルローラーか。ちょっと待って、布団が。あー、バリアブルね。俺全然ランク上げてないから見ない武器だなと思った。あ、めんど。あ、ぶね。いるね。わ、めっちゃうまい人みたい。相手からしたらめっちゃ、インク管理できてなー。怖いな、急に動くから。え、何この進軍率。うわーい、スクランブル交差点、ダルルンですね。これ久しぶりやるの。さっきちょっとね、自分の動画見返してみた。エアコンが動かないんだよね、壊れててね。なんかね、やる気ないんすよ。今いたじゃん、もう絶対いたじゃん。インク管理下手だな。おお、邪魔やの。引こうとすな。引くのにこだわりを持つな。しっかりと倒すのにこだわりを持て。今ね、バリアブルローラーで俺を引こうとしてきた輩がいたんで、まあ、逃げ回ってね、意外にね。まあね、見えてる。あい、一応ね、僕ね、前作ランク S なんで、ランク50は一応言ってましたよ、前作は。で、ガチエリ、ガチマッチは、ランク S でした。今、試合を放棄したぞ。あ、やばい。コントローラー使いにくくなった。おい。え、これガチうぜえな、マジで。このエアコン、お父さんがね、掃除してからね、壊れたんですよ。壊れて動かなくなったんだよ、こいつ。ほんとムカつくよね。まあ、ということでね、ほら、怒ったらちょっとあっちも怒り気味で、じゃあ、はいはい、あれはいいんでしょみたいな感じでね、やってますね。止まった。すごい勢いで止まりました。どうしようかな。スプラッシュータウンするか、久しぶりに。スプシュー濡れるしね、強いんですよね。もう3ヶ月ぶりかなと思ったらね、5ヶ月ぶりくらいかな。4ヶ月ぶりか、わかんない。最後に、スプラトゥーン、それもね、まあ、もうすぐで任天堂オンラインが始まって月額、まあ、会員制度みたいになっちゃうんで、やっぱちょっとでも長くね、スプラトゥーンやっておかないとね、うん、4ヶ月スプラトゥーン使わないで、まあ暇つぶせてたんでいいかなとは俺は思いますけど。なやねん、マメ。まあ、ナイス。俺も食っちゃうよ。お、みんなが楽しそうでいいよ。これが楽しさの輪だね。聞きているか、向こうから来ることもあるけど、来てるね。よいしょ。来てたね、あそこら辺。そこら辺だね。くっそ、やられた。まあいいや。いたね。めっちゃうまい人って思ったらやられたよ。お、スプラッシューターでやるまよ。やられ、ゾンゾンザンゾンザンザン。ゲームっていうような。あ、じゃあこの試合で一旦録画やめるわ。って言ってすぐ始めるんだけど。あ、完成消しのやり方が慣れてないかな。初めてのクイボ使ったわ。どこいんの？逃げたっしょ、そっちに。じゃねえ。はい、自分でバカです。確かにボム合ってる方向に行っちゃってね。あ、あれ、なんかこの方向に相手のボム、あ、ボムがあった、あったーって言って死にました。でもその実況はまだ悪くないとは思うけど、映さないってなんだよってね。ねえ、来てる。あ、来てるね。牽制しますか。
はいはいはい。今の結構ね、一か八かだった。押し来てますよ、気をつけてね。こっかすかね、そこから来てるんですよ。で、こうそれはないでしょ。びっくりしたよ。わあ、見えんのじゃ。いるじゃん、もう一人いるじゃん。そっちいるじゃん。怖いな。おい、びっくりする。おたおたけび系実況者ですね。だーって、いや違う、今だーでやばいね、顎外れそうになった。すごいな。なんだそれ、実況のリアクションじゃねえよなあ。めちゃくちゃ筋肉隆々としたね、卓球選手が一本取った時の掛け声でもそんな言わねえ。おおということでね、こうなんかちょっと怖いよな。おお、やっぱそうか、そうかそうかね、こうやって、ういっす、筋肉隆々としてるね。うおー、三人同時は対応できません。今ね、あの千鳥のノブさんが「できん」とか言うじゃん。あれ言うと、お前ノブ意識してんのけとかね、ノブさん意識してんの、千鳥意識してんの、サムっていう言葉で「できません」って言ってね、なんかもうただ変な人っていうのを演じました。めすごいな、4キル。あ違う、そうだ、今作からデスの回数が出なくなったんだよね。うん、優しいんで、あ、こいつ、先輩だっていうのがなくなったんでね。最高でした、あいなんだこのテンションは、ということでね、全然使いこなせていませんでした。まあ、続けますけどね、録画買います。27分、もう30分も見てくれて、あ、そうそうそう、チャンネル登録しなくていいよ。